えー、土勘賞魚さんに、えー、極上の大瓶の金魚が入ったということでね、えー、今日見に行ってきました、えーまあ、最初は、えー、ちょっと日本の魚からということであドラゴンスケール玉サバですね <laughs> なかなかま形が揃ってるのがたくさんいますので欲しい方はねこの機会玉、まあ、サバのドラゴンスケールってのもねなかなか迫力があっていいのかなと思っています僕もこの感じで好きでね <laughs> まあ1匹だいぶ前に買ったのがいるんで まあその辺結構気に入ってる方がいらっしゃると思うのでぜひぜひという感じです、えー、次ですねえっ、ー、とここはあの外のねあの一番大きい魚が入ってるコーナーなんで、まあ、こうやってパッと見るとそんなに大きく伝わらないかもしれないですけど、えー、すごい大きい魚たちがね、えー、たくさん泳いでいますじっくり見てみるとねあのなかなかいい感じの魚がいるんでねよ,よく見てみてくださいであとね1匹これ気になったんですけどこの酢シブンね あの人気のタイプだと思いますこんなのがポコッといたんでねおこれはいいなと思って動画を撮らせてもらいましたかなり墨が濃いめのやつですね買い込むと面白い感じになるんじゃないかなと思いますのでお好きな方は是非どうぞで次ですねこれが江戸時金五色っぽい感じの色をしている江戸時金ですね物はかなりいいと思いますので江戸時金好きの方 そして五色っぽい感じのやつがそんなに今まで出てきてないと思うのでね、えー、この機会にこの辺の魚をね、あのー、飼ってみるっていうのもありなんじゃないでしょうかさて、えー、お次ですがあドラゴンスケールのこれはオランダになるのかな、まあ、ドラゴンスケール僕好きなんでねでそして、あのー、明るい色よりもこのタイプの方がね鱗のかっこよさがよく見える黒いタイプですよねあの奥にいるやつがちょっと 今真ん中のやつですね。ウロコの感じが好きだったんで、撮、えー、ってみました。ちょっと反射しちゃってね、見づらくてすいません。えー、そしてここからが大便ですね。えー、っとショ、マリオショートテールオランダという名前で来ている。なんかマリオっぽい感じの、ね、色をしているからマリオっていう名前っていう話をちょっと聞きました。えー、タイの有名なナナファームっていうところのね、あのこのマリオっていうのが有名らしいですね。そのファームの、えー ショットテールオランダになります。で、この今ね、撮ってるところはかなりお買い得個体でね、えー、正直この値段でこんな感じのが買えるんだっていうぐらい、えー、リーズナブルで、えー、とても素晴らしい個体たちだと思いますで。真っ黒いのからね、あの白黒もいますね。この白黒なんかすごいいいですよね。で、こんな感じでね、あの、赤、白、黒になってるやつもいますし、 まあ普通にいわゆるサラサーになってるやつもいればっていう感じなのでねうーん安い金額のコーナーでねここまで楽しめるこのなんだ黒くて今ちょっと奥行っちゃったやつなんですけど左奥行っちゃったやつなんですけどあれなんかすごいいい色してますよねあとは鳥カラーになっているやつらもちょこちょこいたりして、えー、これは選びがいがあるなっていう感じで,で早速お客さんが来てね僕の後を見ていましたね もちろんこういう白っぽいタイプのサラサっぽいのもいればね真っ赤のもいるし黒いのもいるし赤と黒もいるしね3色入っているねこういう感じのね面白い色のやつもいますのでねえ気になる方はねお早めに行った方がいいと思いますそしてすごい安いとえあの土浦勘奨業さんの社長さんもねえかなり頑張っているというかもう本当に 利益がないぐらい頑張っているということだったんで、えー、ぜひ行ってみてください。そして次はね、えっと、ワンランククオリティが上がったタイプになります。こちらですね。うん白黒っぽいのが多い。まあ、あとは三色になってる、まあ。真ん中のちょっと奥にいるほっぺた赤いやつなんかね、いい感じの色してますよね。あとは白黒で。まあ、こいつは赤が入ってるな、真ん中のやつは。カラー的にすごいね、あの、人気が出そうな。 カラーをしているやつらがい,っぱいいいるらがっぱますね、まあ、体型色でねクオリティがまた変わってくると思うんですけどこの辺も素晴らしい金魚たちですまあ言ってこれもね全然リーズナブルな金額なのでねまああの欲しい人はもう早めに抜きに行くのが吉だと僕は思っていますあとはあのインスタグラムの方にかなり載ってますんでね、まあ、載っていく順に物がいいのはどんどん売れてってしまうと思いますのでえー まあ僕の動画スクショしてね多分聞いても魚がいればいけると思いますので、えー、お問い合わせしていただければと思いますそして確かもうワンランクさらに上のやつがいたと思ったんですよねちょっと待ってくださいあ同じランクだこれは今のと同じランクですねごめんなさい僕はちょっと勘違いしてましたこっちは黒系が多い中で、まあ、赤白赤赤白じゃないや黒白赤黒がねいっぱいいますね まあ僕はこの右真ん中の右ら辺にいるやつですねこいつがすごい好きなタイプですね赤くて顎のの辺りが白くてでこれはまあ今ちょっと前の左っぽいところにいるのは、まあ、基本的なサラサみたいな感じですよね、えー、そして、うん、この今真ん中にいる赤黒のやつこれ目立ちますよね 赤黒、僕は赤白黒みたいなのが本当は好きなんですけど、この赤黒はかっこいい色の生え方してると思うんで、えー、楽しめるんじゃないかなというふうに本当に思います。そして頭真っ白。これはなんか全然感覚が違う感じになりますね。白と黒で頭が真っ白だと、あなんか他の黒いやつと比べると、ね、違うなっていう気がしてしまいますね。でこれがもうワンランク上だったかな プリップリですよね体型がすごいいいですよねこの辺でもね本当にいい値段だと思いますんで大瓶今回ねあの初めて入れるということなんで本当あのそちら鑑賞さん金額ね頑張って出しているみたいなんでうんあの問い合わせてみると面白いと思いますこいつらが一番ハイクオリティになっていたはずですあの なんだマリオ、ショートテローロオランダってやつですね。うん。なんかこの3色になるのはいいですよね。黒、白、赤。あ、今出てきたやつね。お腹が赤いやつとかね。まだ、あの、生後そんなに経っていないみたいなので、だやっぱり、あの、暖ったかい地域で育てるとね、一気に伸ばせるんだなというふうに思いました。えー、そして次がね、TG ファームさんのね、あの、ローズテローロオランダですね。 最近ローズテールを何かあまり見かけなくなったよねみたいな話をしていたところに、えー、ドカンと今回ね、えー、入れてくれましたあの,のはね基本的にすべてがあの素晴らしい魚しかいないという感じなんでねでもその中でもこれはまだお買い得個体ということでね、えー、この中で気に入っているのがいればもう本当に簡単に手が出てしまうような、えー、金額だと思いますので。 そしてサイズは結構ありますね。これいいですよね、お腹赤。これかっこいいなと僕思って、追っかけていったんですよね。そう、こいつはいいっすね。まあ、こういう感じで自分好みのね、魚っていうのを見つけてね、<laughs> あの持ち帰りされるとあの、自分の水槽がね、すごい華やかになるんじゃないかなと、えー、思っています。 でこれがちょっとワンランクさらに上の個体たちですね、えー、頭があの何ていうんですかね結構出てるやつと出てないやつがいるんですよ出てないやつがあのジャンボって呼ばれてるやつらしくて、えー、かなり大きくなるということなんですよねなんでその辺もねあの考えて買うとさらに大きく育てることができるんじゃないかな、まあ、迫力の個体に育て上げる楽しみが、えー、ある魚なんじゃないかなと思います なのでよく見ていただくとね頭がすごい出ているのとあんまり出ていないのがいると思いますので出ていない方がジャンボと、えー、理解していただけると分かりやすいのかなと思います、えー、あのさらさもねいいですね大きくなりそうな雰囲気そしてこの頭が赤い個体もかっこいいですねなんで本当ねいいなと思って見てるとねあのどれもこれもよく見えてしまうので、えー、お金がいくらあっても足りなくなってしまいそうですけど あこの今真ん中に来た頭赤いのかっこいいですねその後ろから来た3色のやつもいいですねこの辺もねあのクオリティ高めの個体ということで、えー、いい個体ばかりです五色っぽいやつもいますねタイではこういう色を何て呼ぶのかちょっと僕も知ってみたいなと思うんですけどね、えー、頭が赤い個体かっこいいですよね そしてこれが一番ハイグレードの個体たちです、えー。素晴らしいですよね。これもすごいですよね。なんだかよくわからないぐらいにねあの顔もすごいことになっていて、これもかっこいいですね。かっこいい個体しかいないっていうね、えー、ことになってしまうので、何と言っていいかわからなくなってしまいましたが。 まあねまあ、中で僕が一番気に入ったのはも売約役がかかってしまっていたと思うんですけどこの個体ですね、えー、素晴らしい個体だと思いますそしてやっぱり生えてますよねあかっこいいなーっていうふうに思って、うん、この個体は結構追っかけ回して見ていました今回ね初入荷ということなんであのー、社長もタイに行ってね、えー、しっかり魚を選んで買ってきたということで 本当今回ね気合いの入れ方がわかるような魚がねいっぱいいると思いますこんな感じでねあの海外からの金魚も、えー、たくさん入ってくるそして国内の金魚もね、えー、バンばん市場から、ね、入ってくる、まあ、市場以外からも入ってきてますよねなのであの土屋さんの入荷量のすごさには本当毎回驚かされるばかりです 本当ね、これだけの金魚を扱って、ね、回してるっていうのはなかなか、ね、すごいことだと僕は思っています。なので、ね、金魚好きの方には本当マストな、えー、お店なんじゃないかなというふうに思っています、えー。そしてちょうど、ね、このなんか気になる魚が、ね、2匹ちょっと寄り添っていたので取ろうとしたらちょっと離れてしまったんですけど、ね、一番下の方にいるのは僕が。 あのお気に入りの魚なんですけどこっちの魚もね負けずを取らず素晴らしい色をしています、えー、こんな感じでちょっと寄ってきてくれたんでね、えー、最後に取ろうかなと思って取らせていただきましたえー、土屋観賞魚さんね是非、えー、訪ねてみてあのいい魚を購入されてくださいありがとうございました